天使の時間は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第5シリーズ第4話。2010年4月24日に BBC1 で初放送されており、同年5月1日に放送された、肉体と石との二部作の前編である。監督は、アダム・スミス、脚本は制作指式スティーブン・モファットが担当した。モファットは、本二部作を使って、以前に、 彼の創作した登場人物を再登場させた。一つは第3シリーズ、まばきするなに登場した嘆きの天使、もう一つは第4シリーズ、静寂の図書館、影の森に登場したリバーソングである。本作の舞台は主に51世紀である。本作ではタイムトラベラーの異星人11代目ドクターと彼のコンパニオンのエイミー・ポンドがドクターの未来を知る。 謎の女性リバーソングから呼び出しを受ける。彼女は宇宙船ビザンティウム号の墜落した惑星アルファは、メトラクシスへ二人を連れて行く。ビザンティウム号の積み荷には他の人間から観測されていない時にのみ動くことのできる生物である嘆きの停止が隠されていた。オクタビアン神父率いる武装聖職者たちの助力を受け、ドクターとエイミー及びリバーは石造りの迷宮を通って、 宇宙船へ到達する。道中で彼らは迷宮の石像がすべて損傷した嘆きの天使であることに気づいたが、天使たちは次第に復活して彼らを罠にはめようとしていた。モファットは映画エイリアンとエイリアンにの関係にインスパイアされ、瞬きするなのさらにアクション思考の続編としてエピソードを執筆した。本作は 第5シリーズでは初めて撮影されたエピソードであり、2009年7月20日に撮影が始まり、その最初のロケ地、ベール・オブ・グラモーガンのサザンダウン・ビーチがアルファバ・メトラクシスの地表として使用された。イギリスでの視聴者数は859万人で、アプリシエーション・インデックスは放送当時ではシリーズ中で5番目に高い記録を誇った。批評家の中には本作が シリーズで最高だと絶賛する者も,もいた。脚本家、スティーブン・モファットは本作を瞬きするなよりもアクション思考の続編にする意向を示した。本作は筆頭脚本家兼エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットが執筆した。モファットは第3シリーズ用に以前執筆した瞬きするなよりもアクション思考の続編として本作をデザインした。彼は 瞬きするなと本作の関係を映画エリーアンとエイリアン2の関係になぞらえ、前者はより控えめで、後者がはるかに派手であるとコメントした。モファットはエイリアン2が史上最も成功した続編映画であると考えており、エイリアン2をモデルに使うことに決定した。彼はまた嘆きの天使とそのアクションを異様に描写しようともした。瞬きするなにおいて、 天使は生き抜くためにスカベンジャーのように振る舞っていた。一方で天使の時間ではモハットは嘆きの天使に戦争のような計画を持たようと考えた。本二部作では杉話、肉体と石で描写されるような嘆きの天使の前で目を閉じておかなければならないという起こりうるさい役の例を提示することが意図された。エグゼクティブプロデューサーのピアーズ・ウェンガーは エピソードの冒頭で、ドクターとエイミーが訪れた、博物館デディリウムアーカイブを説明すべきだと考えた。そこでモファットは彼に、首なし修道士の最後の暗息の地だと説明して、テキストメッセージで送ったという。首なし修道士は後に、第6シリーズ中盤のフィナーレ、ドクターの戦争に登場した。モファットは自らが執筆した第4シリーズのエピソード。 静寂の図書館と影の森に登場したリバーソングを再登場させた。静寂の図書館でリバーはドクターにビサンティウム号の墜落を経験したか尋ねていた。女優アレックス・キングストンは再登場を予想していなかったが、モファットはリバーが戻ってくることを常に意図していたのだと彼女は主張した。モファットは意図せず時間移動する男性への恋に落ちた女性を描く。 オードリー・ニッフェネガーの小説、君が僕を見つけた日にインスパイアされ、このインスピレーションを第2シリーズ、ダンノの少女に使ったが、アレックス・キングストンや批評家リバーを、君が僕を見つけた日になぞらえた。なお、静寂の図書館の時点でリバーは教授に就任していたが、天使の時間でのリバーはまだ教授に就任していない、設定である。天使の時間は、 第5シリーズで最初に制作されたエピソードであった。本作の台本の読み合わせは2009年7月15日に行われた。撮影は2009年7月20日にベイル・オブ・グラモーガンのサザンダウン・ビーチで始まり、アルファバ・メトラクシスの地表として使用された。豪雨により撮影は翌日に延期され、台本の内ギランがオーディションで読んだシーンを含めて、 約3ページが撮影されなかった。当該シーンは、ビサンティウム号を追いかけて、リバーがターディスを操縦するシーンで穴埋めされた。スティーブン・モファットは置き換えたシーンについて素敵だとコメントし、番組を始めるのにはさらに良いものだとした。当該シーンでタイム・ボルテックスの中を飛ぶターディスの CG ショットを作成している間、新しいターディスではなくデイビッド・テナントが、 ドクター役を演じていた頃の古いタービスのモデルが偶然使用されてしまった。ドクター風の制作に新たに参入したアダム・スミスは素晴らしいエピソードであると考える瞬きするなの価値ある続編を制作することに重圧を抱いていた一方、嘆きの天使に携われるのはすごいことだと述べた。彼はドクターとリバーソングのやりとりを車の中で行き先について言い争う母親と 父親のような高齢夫婦に似せることに決めた。女優アレックス・キングストンは、セットの中でとても楽しかったと語っており、以前共演したデイビッド・テナントと関係性は異なるものの、マット・スミスとの共演を楽しんだという。台本では、タービスが出現した際に、リバーがドクターの上に飛び込むことは書かれていなかったが、これはリハーサルでマット・スミスが思いついたものであり。 撮影は難航した。本作には、視聴室で、ドクターが、天井の器具にぶら下がって破壊してしまう瞬間がある。これはもともと撮影中の事故であったが、監督のアダム・スミスがこれを気に入って、もう一度撮影し直し、マット・スミスが、恋に行ったものである。嘆きの天使の大部分は、石像の小道具ではなく、若い女性がマスクと衣装を着用して3時間に及ぶ。 特殊メイクを施していた。準備に時間がかかったことと長時間経っていなければならなかったことからアダム・スミスはこの撮影について完全な悪夢だったと語った。スミスはリバーソングの登場が視聴者にとって衝撃的なサプライズであってほしいと考えた。リバーがビサンティム号のエアロックを打つシーンではスタントダブルが使用されたがキングストンは 自分が演じたいと感じていた。当該シーンはグリーンスクリーンで撮影され、キングストンはワイヤーで後ろへ吊り上げられ、送風機によりエアロックの効果が生み出された。キングストンは当該シーンの撮影がとても大好きだと語った。エーミーが目をこすった際に砂が吹き出すシーンでは、こすった際に出る砂の入った眼帯を目の上にギランが着用して撮影を行った。天使の時間は、 イギリスでは2010年4月24日に BBC1 で午後6時20分から7時5分の枠でアメリカ合衆国では姉妹局の BBC アメリカにて同年5月8日に放送された。イギリスでは放送当夜の予備的な視聴者数で680万人を記録し、同日の番組ではブリテンズ・ゴット・タレントに次ぐ2位となった。また本作は ドクター風新シリーズ各シーズンの第4話の中でも2番目に多い視聴者数を記録しており、1位はダン女の少女であった。最終合計値はタイムシフト視聴者181万人を加算して859万人に上り、第5シリーズでは11番目の時間以来の最高値を達成した。これにより本作は2010年4月25日で終わる。 週において BBC1 の番組では5番目に、イギリスの全テレビチャンネルでは12番目に多くの視聴者を獲得した番組となった。アプリシエーションインデックスは87で、放送当時の第5シリーズでは最高値であった。日本では全はダーレクの勝利に続いて2015年6月11日の午後11時からアクスンミステリーで字幕版が放送された。 天使の時間の初放送時の終盤のクリフハンガーの間にイギリス国内の一部地域ではグラハム・ノートンが彼の番組オーバーザ・レインボーを宣伝するアニメのグラフィックが映り込んだ。BBC によると映像に被ったこのバナーは予定よりも20秒早く放送されてしまったものである。BBC は5000件を超える苦情を受けて謝罪した。この出来事はツイッター上で 大きな関心を引き、SFX 氏は、チャーリー・ブルーカーや、マシュー・グラハム、サイモン・ペグのツイートを引用して、ツイッターで小規模な地震を引き起こしたと報じた。さらにこの出来事は、ブルーカーのクイズ番組、You Have Been Watching で風刺されており、彼は、バナーの出現についてギガカだと表現した。BBC のドラマ脚本家かつ、Life, On Mars や、 アッシュズ2アッシュズの共同制作者、マシュー・グラハムは、BBC 自体が安っぽくなってしまったとして、BBC を求断し、BBC からの離脱を匂わせるメールも送った。グラハム・ノートンはこの出来事を、自身の番組、ザ・グラハム・ノートン賞でパロディ化し、同様のバナーを画面の下側に表示して、ダーレクに、自身のアニメ風刺を抹殺させた。本作は、 テレビの批評家から幅広く絶賛された。ガーディアン氏のダニエル・マーティンは本作について驚くべき成果だ、絶対的に素晴らしく、恐ろしいとコメントした。彼は、モファットによるリバーソングの物語の裁き方を称賛し、真に映画的なドラマを作るアイデアの詰まった複雑なドラマになったと高く評価した。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは、本作のサスペンス要素を称賛し、 すべての彫像が嘆きの天使であると暴くシーンはまさに衝撃的であったと褒めた。彼は展開に時間がかかったと感じたものの、それを過ぎればシリーズで最初の真の恐怖に変わったと述べた。彼は唯一残念だったこととしてターディスが離着陸の際に独特のエンジン音を奏でる必要がないという、 設定が明かされたことを挙げており、エンジン音は番組の根幹に関わるものであるとしてもファットを批判した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは本作について実に見事なテレビ番組だと表現し、マット・スミスは本当にトム・ベーカー以来の最高のドクターの形になりずつつあると主張し満足に激しく繊細であるとして彼を称賛した。彼は 本作が間違いなくこれまでのドクター風で最も印象的な開幕で始まったと考えたほか、先代コンパニオンの顔に泥を塗った情緒的な重荷がこれまでのところエーミーにはないことを賞賛した。イグンのマット・ウェールズは本作に10点満点で10の評価を与え、壮大で恐ろしくそして面白いと論評した。彼は彼は瞬きするなの容赦ない緊張感には決して、 及ばないと評価したものの、ペースが完璧で、問題が浮上した際には本当に、恐ろしいとコメントした。フラーと違って彼は、ターディスのエンジン音にまつわるジョークを褒め、ドクターが45年間ブレーキをかけっぱなしにしていた、せいでターディスの象徴的な音が鳴っていた、という大胆さが好きになれない人はいないだろうと、コメントした。SFX のデーブ・ゴールダーは本作に欲しいつつの、 打ちつつ星を与え、エピソードのペースと、全身的、有機的なトーンの変化を称賛した。また、彼は監督と音響効果も高く評価した。ザ・ AV クラブのケース・フィップスは本作を A マイナスと評価し、恐ろしい雰囲気と嘆きの天使の掘り下げを称賛した。彼は、ドクターとリバーソングの関係には、やや釈然としなかったが、そうなる予想はしたという。 天使の時間は続くエピソード、肉体と石や、ベネチアの吸血鬼と共に、リージョン2の DVD 及びブルーレイディスクで2010年7月5日に発売された。同年11月8日には完全版、第5シリーズ DVD セットの一部として再発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日に、ドクター風入。 ジェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。2011年5月には、ザ・タイム・オブ・エンジェルスというタイトルのもと、天使の時間と肉体と石の小説版が学校リテラシープログラム用にピアソンエデュケーションから出版された。トレバー・ベクセンデールが執筆を担当した。ありがとうございます。